はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、媒介契約書の記載事項について解説いたします。そもそもこの媒介契約がどんな契約なのかっていうのがわからないと、今からお話する内容全然わかんないと思いますんで、ちょっと媒介契約ってどんな契約なのかをお伝えしようと思います。例えば、あなたが土地を持っていました。まあ、建物を持っていました。で、売りたいと思った時に、自分自身で買い主を見つけることができれば、まあ、何ら問題はないんですよね。で、まあ、直接取引をして、契約するってこともできるんですけども、まあ、一般的にはやっぱり、買い主って見つからないんですよね。自分自身で探すっていうのは難しい。なので、例えば三井のリハウスさんとか行って、ちょっと買い主探してくれませんかっていうことで、買い主を、斡旋してもらう。まあ、仲介してもらうって感じですね。この時に、まあ、売り主と仲介業者さんが、契約をする。これが媒介契約です。媒介契約の媒介っていうのは、仲介って置き換えて、読んでいただくと分かりやすいと思います。なんで、この業者、売り主がいて、買い主を探してくださいっていうふうに、三井のリハウスさんに頼みましたと。まあ、ここで契約するのが媒介契約ですね。まあ、こっちも実はあるんですよ。買い主が業者さんに対して、三井のリハウスさんに対して、ちょっと物件探してるんですよって言って、売り主を紹介してもらう。ここでも仲介契約をするんですね。媒介契約をします。まあ、ただ、まあ、今回ちょっとわかりやすいように、売り主と業者の間での媒介契約。これをイメージしながら解説していこうと思っております。で、ちなみになんですけども、この売り主と買い主の間、ここでの契約は売買契約ですよ。ここは売買契約。ここは媒介契約。まあ、仲介契約。違いますんで、ちゃんと問題文読んで、どっちのことを言ってんのかっていうのは確認しましょう。意外とこれ読み間違えたりする方いらっしゃいますので、ちゃんと確認するということですね。で、まず媒介契約書で記載しなければいけない内容、まあ、いくつかあるんですよ。で、その中で今回抜粋してます。まあ、読んでいただいたらさらっとわかるものっていうのは飛ばしてます。ちょっとややこしいなっていうところを、絞ってこう抽出してますんで。まずちょっと一番下行きましょうか。まず有効期間。これ有効期間ってあまり使わない言葉かなと私思うんですよね。はじめ私も勉強した時に有効期間って何だろうって、ちょっと悩んだ時期あったんですよ。もうこれ言い換えたら契約期間です。ここの媒介契約、ここの契約期間を有効期間と呼びますよというぐらいですね。まあ、それぐらいで全然大丈夫です。で、媒介契約の種類、これ細かく分けると4つあるんですね。4つあります。で、大きく分けると2つ。青のこの専任の契約、専任媒介契約。で、こっちが一般媒介契約。大きく分けたら2つ。で、その中でも2つに細かく分けることができるんですね。まず、一般媒介契約の方からいきます。一般媒介契約っていうのは、今売り主さんが、三井のリハウスさんに頼みましたよね。頼みました。で、一つの業者だけじゃなくて、また別の業者にも頼むことができる。例えば、東急リバブルさんとか、そういったところに頼むことができる。もう複数の業者に媒介契約を頼むことができる、依頼することができるのが一般媒介契約なんですね。で、この明示と非明示っていうのがあるんですけれども、明示型っていうのは別の業者さんに頼んだのであれば、それを教えてくださいよと、明示してくださいよっていうのが一般媒介の明示型なんですね。一方で、他の業者と契約した、媒介契約をしましたってことを言わなくてもいい。明示しなくてもいいっていうのが一般媒介の非明示型なんですね。で、続いて、専任媒介の方は2つ分かれます。専任媒介契約と専属専任媒介契約に分けることができるんですね。で、これはまず一般媒介とこの専任媒介、この2つともですね、どう違うのかなんですけれども、一般媒介は複数の業者にこれ依頼することできたじゃないですか。買い主探してくださいねっていろんな業者に頼むことができたのが一般媒介で、専任媒介、こっちは一つの業者にしか頼むことができませんよと。つまり三井のリハウスさんと専任媒介契約とか専属専任媒介契約をここで結んじゃったら、東急リバブルさんとか別の業者に依頼することができなくなっちゃう。これが専任媒介契約なんですね。で、その中でも、専任媒介契約と、専属専任媒介契約って二つがあります。まあ、専任と専属専任と二つに分けることができる。専任媒介契約っていうのは、自分自身で買い主を探してきて契約するのは OK ですよっていうのが専任媒介です。
つまり業者に頼んだはいいけれども自分自身で返す見つけちゃったという場合はこの業者通さずに直接取引していいですよというのが専任媒介で、専属専任っていうのは自分で見つけたとしてももう必ずこの業者を通して契約してくれと、つまり専属専任の場合っていうのは報酬が絶対発生するんですよ。この有効期間内、契約期間内に、契約、売買契約をしたのであればちゃんと業者に対して、報酬、いわゆる仲介手数料を払わなければいけない。自分で探してきたとしても専属専任媒介の場合は業者に仲介手数料、いわゆる報酬を払わなければいけないですよっていうのが専属専任媒介です。なので、まあ、これ4つですね、違いっていうものをちゃんと頭に入れた上で、この媒介契約が、ここでの媒介契約がどの契約に当たるのかっていうのをちゃんと記載しておきましょうという話です。で、続いて、国土交通大臣の定める標準媒介契約約款によるか否か。媒介契約書っていうのは記載しなければいけない内容が決まってるんですね。まあ、ここに書いてある内容すべて記載しなければいけない内容です。で、とりあえずその内容が記載されていれば宅建業法違反にはならないんですよ。違反にはならないです。ただし、もっと細かい内容を、実は定めているんですね。で、その細かい内容が標準媒介契約約款と呼ばれるものなんです。法律で定められた契約書よりももっと細かい契約書を国土交通大臣が定めてるんです。で、別にそれは使わなくてもいいんですね。使わなくてもいいけれども、使ったのか使っていないのかっていうのをちゃんと明示してくださいよと。つまり、国土交通大臣の定める標準媒介契約約款によるのであれば、この契約書は国土交通大臣の定める標準媒介契約約款に基づいていますとかって書くんですよ。まあ大体契約書の右上に書いてあったりとかするんですね。で、もし、このね、標準媒介契約約款によらないと。よらないのであれば、この契約書は国土交通大臣の定める標準媒介契約約款によりませんっていうふうに書いておいてくださいねっていう話です。注意してほしいのが、必ずしもこの標準媒介契約約款による必要はないですよってことですね。よるかよらないかだけ書いておいてくださいという話です。で、続いて、既存建物、この既存建物っていうのは、まあ、中古物件って考えてください。中古の建物については建物状況調査を実施するものを斡旋するのかどうか、これを明示しなきゃいけないんですね。記載しておかないといけません。で、これさらっと読んじゃうと、建物の状況調査をするかどうかを記載しなければいけないって思ってる方いるんですよ。これさらっと読んじゃうとそのように捉えられかねないんですけども、違いますよ。ちゃんと読んでくださいね。実施するものを斡旋するかどうかって書いてあるんですよ。つまり売り主が建物状況調査をするのかしないのかではなくて、この宅建業者が売り主に対して建物状況調査をする業者を紹介しますかしませんかっていうのを書いてくださいってことです。で、紹介するのであれば斡旋するって書くし、業者を紹介しないっていうのであれば斡旋しないって書くんですね。ここ注意してくださいね。これ売り主が建物状況調査をするかどうかを書くんじゃないですよっていう話です。で、続いて、契約違反の場合の措置、これですね、テキストに載ってないものもあるんですよ。まあ、ちょっと細かい内容なんで載ってない場合もあるんですけども、これ試験に出る可能性十分あるので書いておきました。これはどういうことかっていうと、最初にお伝えをしたここの4つの種類あったじゃないですか。これに違反した場合です。例えば専属専任だった場合、自分で買い主を探してきたとしても絶対に業者通して契約してくれっていう話じゃないですか。それに違反してここで売買契約をもう勝手に締結しちゃって、この業者無視しちゃったよと言った場合ですね。この場合が契約違反の場合です。で、その場合どうなるんですかってことを書いておきましょう。まあ、通常ですね、仲介手数料を支払ってもらいますとかって書くんですよ。まあ、そんな感じで書いておいてくださいね。契約違反をした場合、そのように書いておきましょうということですね。で、専任媒介であれば、一つの業者にしか依頼できないにもかかわらず他の業者にも依頼したと、こういった場合も契約違反に当たりますよね。まあ、これは専属専任の場合も一緒なんですけれども、そういった場合っていうのも、どうなるのか、
仲介手数料を払わないといけないのか、どうなのかっていうことを書きましょうってことですね。まあ、つまり契約違反した場合どうなるんですかと、何かしらね、報酬払わないといけないのかどうなるんですかっていうことを書きましょうってことですね。でさらに一般媒介の明示型であれば、他の業者と媒介契約結んだのであればそれ明示しなければいけないにもかかわらず、明示しなかったらどうなるのかっていうことを書きましょうってことですね。っていった感じですね。ちゃんと媒介契約の内容がどんなものなのかっていうのを理解した上で、ちゃんとどんなことを書かなきゃいけないのかっていうことを頭に入れておくってことですね。まあ、今言った内容でおそらく大体理解できたんじゃないのかなと思います。もうこのあたりはもう品質の部分なので絶対に頭に入れていただきたいと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスのオルでした。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。